その程度の資産で仕事を辞めるなというふうにね、反対されて非常に怒られてしまいました。こんにちは、ゆるセミです。今回はですね、セミリタイアを4月にするという予定がね、反対されて中止になりました。まあそういった報告の動画になってしまいました。皆さんにはですね、4月にセミリタイアすると言っておきながら、まあこういった報告になってしまって申し訳ないんですけども、まあまずね、今回の目次ということで、会社への退職報告がどうだったのか、家族への退職報告どうだったのか、今後の方針とまとめと、まあそういったことでね、お話ししていこうかと思います。ではまずね、会社への退職報告というところなんですけども、これはね、特段反対もされなかったんですけれども、まあもう少しね、考えても見てもいいんじゃないのかなというふうに、まあ上司に言われまして、まあ一応ね、その場では、まあそうですね、みたいな感じで、まあもう少し考えてみるみたいな感じで、その場は終わってました。まあですけど、そんなに反対されなかったんで、まあ辞めるって強く言えばね、まあ普通に辞めれそうだなっていう感じを受けました。意外とね、そこら辺があっさりしていて、いろいろね、会社を辞めるための理由とか、まあそういったことをね、考えていたんですけれども、まあ無駄に終わったというか、まあ杞憂に終わったといったところになっています。だからね、会社への退職報告に関しては、全然ね、皆さんにお伝えするような事件とか、そういったことは全くなかったというところですね。逆にですね、まあ上司もね、いい人で、まあ、家賃収入を得ているんで会社退職するみたいな、ちょっと働き方を変えますよみたいなお話をしてたんですけども、それだったら、まあ、家賃収入を得ながら会社をね、まあ、逆に会社を副業的な感じで続けてればいいんじゃないみたいな感じのね、まあ、そういったことも言われてね、まあ、なかなかそういったことを言ってくれる上司っていないんじゃないかなと思ってね。まあ、これはね、会社の退職報告っていうのはね、無事終わって、まあ逆にね、まあその家賃収入を得ながら会社で働くっていう選択肢もあるんじゃないっていうふうに、まあ優しく諭されたというか、まあそんな感じだったんで、別に問題になるようなことは何もなかったかなというところになってます。次にですね、家族への退職報告ということで、まあ家族といっても僕結婚してない独身ですので、まあ両親と妹といったところなんですけども、まあこれをね、最初冒頭で言った、その程度の資産で仕事を辞めるなというふうに言われてしまいました。で、まあ、結局ですね、もっと稼ぐなり、もっと資産を増やしてから辞めるんだったら辞めろというふうに言われてしまいました。僕自身もね、理由というか、なんで辞めたいのかとか、この辞めるためにね、いろいろ5年前ぐらいからこの YouTube とか始めだし、資産を増やすためにね、いろいろ節約生活を頑張ってきて、まあ、やっと、まあ、なんとかね、生活できるような感じになるまでね、資産とかも収入とかもなんとかできそうになってきたし、まあ、辞めてもね、アルバイトするからっていうお話もね、したんですけれども、まあ、それでもね、納得してもらえず、逆に反対されるという形で終わってしまったというところですね。もしかしたらですね、皆さんの中には親の反対とか家族の反対程度でですね、セミリタイアを辞めてしまうなんていうのはね、ちょっと覚悟が足りないんじゃないかとか、親の反対とか振り切ってね、辞めてしまえばいいんじゃないかというふうに思われる方もね、いらっしゃるかもしれませんけれども、まあそれはですね、各家庭によって変わるのかなというふうに思ってて、まあ僕自身の場合ですね、家族に対して、まあ非常に恩があるというか、まあ感謝していて、というのも、まあ僕自身ね、生まれた時ちょっと耳が聞こえなかったっていうのがあって、まあそれをですね、親が必死になってですね、いろんなお医者さんとか連れて行ってくれたりして、まあ治すまで、結構ね、時間かかったり、お金かかったりしているというところがあって、まあ今耳が聞こえているのもその親のおかげという、そういった感謝の気持ちもあってですね、まあ親のことはあんまりね、心配させたくないし、悲しませたくないっていう思いがありまして、まあそれでね、親が反対するんであれば、まあやめとこうかなというふうに思います。まあもちろんね、仕事が続けたいというわけではないんですけれども、まあ先ほどね、会社への報告というところでも言いましたけれども、まあ今の上司はですね、非常に物分かりのいいって言ったら上から目線になってしまうんですけども、非常に、まあ年齢もですね、そこまで、大きく張られてるわけではなくてですね、僕たちの、部下とかの意見もね、しっかりと聞いてくれるというところもあって、仕事自体はですね、やりづらい環境ではないといったところがね、もう少し、その親のね、反対があるんだったらもう少し仕事してもいいんじゃないかなというふうに思えたというところになってきます。まあただね、今の上司がね、もし転勤とかで他の部署とかに行っちゃって、まあ最悪な上司とかが来たら、ちょっとね、その時はまたね、考えなくちゃいけないなというふうには思ってますけど、まあとりあえずね、今の段階ではもっと稼いだり資産を増やす、そういった方向で、動いていこうかなというふうに考えてます。というわけでね、今後の方針なんですけども、会社へはですね、退職は考え直して辞めましたというふうに伝えました。まあ先ほどね、まあもう少し考え直してもいいんじゃないかというふうに言われたことがね、逆に功を奏してしまって、退職するということをね、やめましたというふうにお伝えして、まあ今後もね、今まで通り働くということになりました。
で、またですね、せっかく買った家なんですけど、あの家もですね、親に案内して、親に仲間を見せたというところになるんですけれども、あまりね、好評ではなく、売ってくれと、この家はいらないということになったので、売ることになってしまいました。まあ、またね、親の体調が、健康状況があまりよろしくないということもですね、まあ、その、セミリタイをするという話をしたときに、初めて聞かされて、父親の場合はですね、目の視界の一部がですね、見えなくなってきているっていうことと、あとちょっと癌で引っかかってる部分があるというところで、まあ、そこもですね、なんか介護の問題というか、ちょっと僕自身がですね、実家に帰らないといけないというような状況に、もしかしたら数年のうちになるかもしれないというところがあるので、家はね、もうとりあえずそのままじゃなくて、もう売って現金にしていた方がいいんじゃないかというところになったので、家を売ることになりました。まあ、さっき父親の話しましたけど、母親もですね、ちょっと心臓のですね、調子が悪いというところで、お医者さんに引っかかってるという話もありまして、まあ、どちらもですね、両親高齢ですので、まあ、そこら辺を考えた結果ね、買った家をね、売って、まあ、身軽になっておく方がいいのかなというふうな方針になっちゃいました。で、今後はですね、まあ、不動産収入とか、そういったところもやりつつ、さらにですね、そういった収入などをまた再投資して、まあ、資産を増やしていくという方向性でやっていきたいなと考えています。まあ、要するに、普通のセミリタイアプランということになってしまいましたね。まあ、資産がね、2000万なのか3000万なのか、また5000万なのかわかりませんけれども、まあ、資産をね、とりあえず増やして、そして僕自身の資産収入とか、まあ、この YouTube の副業でね、うまくいけばいいんですけど、まあ、そこまでうまくいくかっていうのもね、なかなか考えづらいところですので、まあ、そういった感じでね、いろんなところで収入とかを増やしてですね、セミリタイア目指していきたいなというふうに思います。で、このセミリタイアプランの詳細に関してはですね、まあ、今回ね、家族に反対されたと。もうね、僕自身33ですので、家族には反対されないかなと思ってたんですけどね、反対されてしまいましたね。もう33歳だから、まあ一人の大人としてですね、もう好きなようにやれっていうふうに言われるかなと思ったんですけど、そんなことはなかったなといったところなんですけど、まあ今後ね、家族に反対されないように、まあ年末実家に帰るんですけど、その時にですね、まあ具体的に、じゃあいくらなら会社辞めれるとか、いくらなら収入、があれば会社辞めれるとか、まあ、そういったところをですね、ちょっと話し合ってこようかなというふうに思います。まあ、そうしないとですね、僕自身もこう、資産額とか収入とかゴールが決まらないので、どう、なんか、闇雲に頑張るっていうのもね、なかなか難しいですので、ゴールが見えていた方がまだね、頑張りがいがあるというところがあるので、そういったところをね、ちょっと、話を詰めてから、詰めた結果どうなったのかっていうのはですね、またこの YouTube でね、お話ししていこうかなというふうに考えてます。というわけでね、最後まとめです。今回はですね、7月にセミリタイアをするといったところのですね、結局どうだったのみたいな報告動画になってしまったんですけども、まあ、会社への、ね、退職報告っていうのはスムーズにいきました。ですけれども、家族への報告っていうところで反対され、押し切られる形になってしまったといったところになります。今後ね、仕事を辞めていい資産額、収入の具体的数字をね、家族との話し合いの中で詰めていって、来年から仕切り直していこうかなというふうに考えています。まあ、今回のね、出来事での反省点っていうのは、やはり事前にね、相談して、家族が納得するゴール設定をすべきだったなというふうに思っています。ここに関して言えばですね、僕自身、もう自分自身が30歳を超えているというところもあって、まあ、自分の意思でですね、自分の生き方をね、決めていいんじゃないかなというふうに思って、まあ、そういった形でですね、自分自身でいろいろ行動を起こしていっていたわけではあるんですけれども、まあ、家族からすると、まあ、僕自身まだまだ、なんですかね、子供という言い方をしたらおかしいですけども、僕が何かしでかしたら責任を取るのは親っていうところで、まあしっかりですね、生きていてほしいみたいな、そういったね、まあことを言われたので、まあちゃんとね、そこら辺は親と相談して、じゃあどうやってすれば仕事を辞めることに対して納得するのかっていったところもですね、きちんと話し合うべきだったなというところで、この親の反対っていうところもですね、ただ単に反対というか、まあ僕自身のことを思って反対してくれてるっていうのがね、わかるので、4月からのセミリタイアっていうのは辞めるということになりました。まあ会社にね、辞めるとまで言っておいて、その辞めるって言ったことを辞めるっていうね、まあ今後ね、会社での僕の立ち位置っていうのは非常にね、あいつ辞めるって言ったやつだぞみたいなね感じになってしまうので非常に居づらくはなるのかなと思ってますけども、まあ仕方ないですよね。もう、まあ、仕方ないので、まあ、頑張っていきたいなと思います。というわけでね、皆さんにはね今回ね4月にセミリタイアすると言ってたやつのセミリタイアできないという反対されて、中止したという残念なちょっと結果報告になってしまって申し訳ないんですけれども、まあ、もしね今後もまだ僕自身がねどうなっていくのか興味あるよという方はですね、
ぜひチャンネル登録していただければと思います。あ、こいつね、もうセミリタイヤ絶対しないんじゃないのかとかね、そういう風に思われた方はですね、まあチャンネル登録外していただくとか、バッドボタンを押してもらうとか、まあそんな感じでね、やってもらえたらいいんじゃないかなと思います。というわけでね、最後までご視聴していただきありがとうございました。失礼いたします。